先日 NHK のクローズアップ現代で森友学園問題の特集をしました。でその中に埼玉県の地下埋設物撤去を行う業者が証言が録画で出ていました。でその業者によると、政府が国会に提出した写真では掘った写真が確認されず、ゴミの状況を詳しく確認したとは判断できない。この写真では民間では取引が成立しない。つまりこの写真は何の信用性もない。お金はもらえない。掘ったんだよというのが大事。国は費用を算出する根拠を残していないと、まあ、こういう証言があったんですね。掘った断面の写真が費用を算出する上で決定的に必要だということなんです。で、その写真を、これ工事を実際にやった業者も保有してないということでよろしいですね。掘っている断面図については工事関係者が保有していないということでございます。風間直樹君、これ国交省あれですか、実際にその土地を掘るときにこの断面写真を撮ってくれという指示依頼はしたんですか、してないんですか。和田部長。そのような指示はしてございません。風間直樹君、国交省これ大変な瑕疵ですよ、役所として。つまり国民の税金をこの森友学園のこの土地に投じる上で、当然国交省がやらなければいけないその費用の算定に必要な断面写真を撮るように国交省は業者に指示をしなかった。大変大きな瑕疵です。このことはしっかり指摘をしておきます。写真あるんですか。大塚さんなんか言ってるけど写真あるの。大塚副大臣のことでなくて、今の国民の税金を投入するとおっしゃってたんですけども、これ特会の話なので税金ではないというふうに思っております。風間直樹君、ちょっと今の意味よくわからないのでもう一回言ってください、説明してください。大塚副大臣、これ空港整備特会において、やってる事業でございますので、これは特会の収入ということでございますから、税金ということではないというふうに了解をしている。風間直樹君、特別会計の収入は出どころは国民の税金ではないんですか。じゃあ何ですか。大塚副大臣、空港使用料などの空港整備特会の収入だというふうに了解しております。風間直樹君、空港使用料を払っているのは誰ですか。大塚副大臣、空港利用者だと思います。風間直樹君、利用者に日本国民は含まれないんですか。大塚副大臣、いろいろな国籍の方が含まれていると思います。風間直樹君、大塚さん、今のね、ご発言は論理的にもおかしいし不適当だと思いますよ。撤回されたらいかがですか。大塚副大臣、いや不適当だとはあまり思いません。風間直樹君、もう一回きちんと答弁してください。あなたの答弁はおかしい、ちゃんと説明してください。大塚副大臣、空港整備特会の事業であって空港整備特会の収入は税金ではないということに関して論理的におかしいとは思っておりませんけれども、どういったところが適切でないのかちょっと教えていただければと思います。風間直樹君、つまり国民が納めたものでしょ、空港使用料として。違うんですか。副大臣、国民も含め、いろいろな空港使用者が空港使用料として納めたものだというふうに考えておりますけれども、税金かという観点で言うと税金ではないというふうには思っておりますけれども。風間直樹君、じゃあその国民をはじめいろんな国の方々が納めたこの空港使用料にを中心とした空港特会のお金を無駄に使ってもいいんですか。大塚副大臣、全く無駄に使っていいとは思っておりませんけれども、それをおそらくずっとこの8億円の根拠とかそういうことを含めて各委員会でいろいろご議論になられているんだというふうに考えております。風間直樹君、大塚さん副大臣なんだから、あなたその場で不規則発言はすべきじゃないし、もししたんだったらその内容についてちゃんと国民が納得するように話をした方がいいですよ。もう一回答弁の機会を差し上げますのできちんと答弁してください。委員長から申し上げます。必要な
質問に答えるようにしてください。よろしいですか。風間直樹君。じゃあ大塚さん、もう一度整理して答弁してください。大塚副大臣。まあ、不規則発言というふうに聞こえてしまったら大変失礼いたしました。こちらの方で内輪でお話をしていたことに対して、ご質問がありましたのでお答えをいたしましたけれども、しっかりこの委員会の趣旨に沿って質疑をしていきたいというふうに考えてございます。風間直樹君。次の質問に移ります。今回のケースではこれ森友学園10年間の分割払いですから、売買は正式には終了してないということだと思うんですね。で、同時に大阪府のこの学校に対する認可も降りていなかったと、そういう中で、こうした文書を破棄された理由はなぜでしょうか。保存すべきものの決裁文書等は保存してございます。その上で面会の記録等につきましては保存期間1年未満、保存の満了時期につきましては事案の終了後とする、そういう取り扱いをしてございます。従いまして、今委員ご指摘ございました28年6月20日に売買の契約はそこで成立してございます。従いまして、売買の契約に至るまでの面会のやり取りについては現在は残っておらないということでございます。複数のこの近畿財務局の OB が証言をしているんですが、パソコンなどに記録が残っている可能性もあると、今からでも調べれば出てくる可能性があると。これは佐賀さんおっしゃる28年6月より前の文書ということですね、記録ということです。これについては調査をされるお考えはありますか。佐賀局長。お答え申し上げます。委員が先ほどからご指摘いただいておりますその報道等につきまして、ちょっとどういう方がどういうその思いで目的で発言されているのか私ども存じませんので、そこの点についてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、いずれにしましても、我々財務省のその文書管理記録に基づいて、事案の終了のところで、そうした面会記録については処分しておるということでございます。ではお尋ねしますが、財務省の政務からもう一回確認するよと、この点調べるという指示があった場合には確認当然されますね。佐川局長。現時点において今の仮定の話についてはちょっとお答え控えさせていただきます。ではちょっと財務省の政務にお尋ねをしたいと思います。今日は政務三役全員の方にご出席をお願いしておりますが、政務の中で公認会計士であり税理士である方がいらっしゃるかと思うんですけれども、杉さんですね。杉さんご経歴を拝見しましたら、平成10年に会計士の資格を取られて、以来20年間、会計士として、また税理士の資格を持っていらっしゃる中で、日本の会計監査法人とアメリカの会計事務所双方でお仕事をされていらっしゃったと、こう拝察しました。大変会計にお詳しい、そして、豊富な経験と技量を持った方だと、そんなふうに思います。今回のこの近畿財務局の職員、それから OB から出ている証言について、杉さんの会計士として、また税理士としてのご経験に基づくと、これはやはりしっかり調査をしなければならないと、こういう認識でしょうか。お答えいたします。先ほど来佐川局長からもご説明させていただいているとおり、私自身としては特に今回の対応について問題があるというふうには理解しておりません。以上です。問題があると理解をされてないというのは、国民の8割はこの問題おかしいんじゃないかというふうに感じているというのが世論調査では出てますね。でそれに対して、杉さんが財務省の大臣政務官として省内で、いろいろとご覧になっている限り、財務省に関して指摘されるような疑惑は一切ないと、こういうことでよろしいですか。
私自身はルールにもっとって適切に処理されているように考えております。以上です。この委員会の中には、麻生大臣筆頭に会社を経営されてらっしゃる方もいらっしゃいますし、また議員としての仕事以外で会計士や税理士の皆さんのお世話になる方もいらっしゃると思います。私もその一人ですが、私自身は例えば納税申告の時など会計士の方、税理士の方から必要書類を揃えること、そしてそれを漏れなく提出することについて非常にきめ細かくご指導をいただきます。で、そうした経験からすると今回のこの財務省の対応にはやはり国民に対してその税金を適正に使っているという納得ある説明が現状ではなかなかできていないというふうに思いますが、杉さんはその点いかがお感じですか。繰り返しになりますが、私としてはルールに基づいて適切に処理が進められているというふうに考えております。杉さんは公明党の所属でいらっしゃいます。で、公明党は今党名英語名では公明党とそのまま言うのだろうと思いますが、以前は確かクリーンガバメントパーティーという英語名だったことがあったと思います。つまり、クリーンガバメントを目指す党ですね。で、おそらく杉さんの支持者の方々の中にも今回の問題について関心を持っている方は大勢いらっしゃると思いますし、本当に国民のこの税金公金が適切に使われたのかという疑念を持っている方もいらっしゃると思いますが、有権者の方との交流の中でそういう指摘を受けられたことはありませんか。特にそういった指摘を直接受けたことはありません。すみません、重ねてちょっと伺いますが、そうすると有権者との交流の集会等の場で杉さんからこの問題について有権者に対してこの問題はこういうことなんですという説明をされたことはありますか。特にありません。田山直樹君。わかりました。つまり、支持者有権者の方とはこの問題に関して杉さんから国政報告の場で説明されたこともないし、質問を受け取ったこともないと、こういうことでよろしいですか。ございません。風間直樹君。次にですね、今日は文科省の樋口政務官にお越しをいただいていると思いますが、樋口政務官も公明党の所属でいらっしゃいますが、今までこの問題が発生して以来国政報告の場でご自身がこの問題について支持者の方々に説明をされたり、支持者の方々から質問を受けられたことはありますか。政務官。お答えいたします。政務で、地元で説明をしたことはございます。質問があったことはございません。以上です。樋口さんはこの問題、森友学園問題、いろいろな面が報道されていますが、文科省の政務官としてご覧になっていて、この問題の本質は何だと、問題があるとしたらここじゃないかと、その辺はどんなふうにお感じになっていらっしゃいますか。私、政治家として見ておりますと、大変難しい土地があって、それを売却されたんだろうなというふうに思います。私、不動産をずっとやっておりましたけれども、大変難しい土地、瑕疵があると言ったらいいんでしょうか、そういう土地の問題だなというふうに思っております。文科省の政務官でいらっしゃいますから、文科省の中で、担当の部局とこの問題で打ち合わせをされることもあると思いますが、その際に政務官が心がけていらっしゃること、あるいは政治家として、こういう視点からこの問題、文科省が当たることが大事だと、そう指示をされていることはありますか。樋口政務官。はい、文科省といたしましては、これは大阪府の自治事務のお話でございますので、大阪府としっかり連携を取るということを心がけております。風間直樹君。はい、それでは次の質問に参ります。これは財務省にお尋ねですが、国有財産近畿地方審議会の前に、近畿財務局が籠池氏側に土地の評価額を漏らしていた
まあ、という話が河野池議員の事務所の。納めたものでしょ、空港使用料として。違うんですか。文科副大臣、国民も含め、いろいろな空港使用者が空港使用料として納めたものだというふうに考えておりますけれども、税金かという観点で言うと税金ではないというふうには思っておりますけれども。